さて続いて始まるはジンスさんのハイド対ガシさんのワレンシュタイン。互いにもう秋葉組なんで結構やってるもんだと思いますが、お互い手の内は知り尽くしているか。大分派生がやはり今作も対ワレンではなかなかに機能する。中段通ってあまり大きな痛手にはならないが、しっかり間合いを取って派生、オービダー派生が西をうまいこと対空でカウンターさせて、ガシさんはコンボが重いので一発がなかなかのダメージ。オービダーを拍手で潰して下段が通ってワーレンの下段結構長い画面端へ。ここからジャンプ A から 6C がカウンター。お前に見えるかで画面端を維持。ここから少しの遅らせからのアーサルトジャンプ C が通ってチェーンシフトからの EX 昇竜取っていくのはジンさんのカイドウ。セカンドクローズディバイド開幕四隅からオービタオービタ。さすがにいい西がカウンターで西をこすり続ける石力が EX 吐いてブリンガーが飛び出てガシさんにカウンターを与えてしまう。ちょっと遠かったか、まあ、それでも3000十分なダメージ。先ほどから下段が通る昇竜が目の前で使ってしまい殺しきれないが状況はだいぶ我に有利。ハイドが攻めなきゃいけないのが辛い。オービタル待ちたいところだが待たなきゃいけない、待たなきゃいけないじゃないか、攻めなきゃいけない。ダッシュシーンカウンター画面端まで持っていって、ここからハイドのターンか。入れっぱからのジャンプシージン選手はアサルトだったがうまいこと噛み合って、まあ、駒投げ怖いですからね無敵技。オービター巻いて飛んだら 3C 裏回りはしっかりガード、スカシゲダンもガードしてスカシ投げ通ってしまう。ジンさんちょっと苦笑い。 EX 波動が飛び出るが微妙に反角がないんですね。あれパチンからブリンガー小判刻んで小判刻む、あれはグラップ潰しとかもいろいろ兼ねた小判なんで。そうですね、マメジャンプ C が通ってこれは重い。 EX 回転手にもシールド取ってうまいこと、しかしがいい画面端はバレンシュタイン。こうなるとバレンはきつい。オービターがカウンターするが石が通る、こすり続ける 石力が試されているが下がってオービター、オービター判定で徐々に削っていくが波動をぶち込んで徐々に詰めていく。ダッシュ B から今ブリンガー確定だが前ジャンプ通って取っていくのはジンさんのハイド。俺が終わらせる。あ、エクセレート初対戦、意外と対戦してなかったようで。ゲームオーバーさて続いて、イブリハさんとバルダムさん。セナルがトイレに行くらしいので知ってる。さて次はイブさんとバルダムさんのカーワインですね。イブユズリハとバルダムカーワイン。
さて開幕行動は膝下から始まっていったが、カワイン BB グラフを出してしまって、なんか暴れ潰しが怪しい感じに入って、そこからコンボ目は地上にして受け身を後ろにしか取らせない。距離を取ってお互い牽制して、先カウンターからコンボ入れて2500、2900、約3000か CS してゲージ回収、西カウンターしていろいろあって、まあ首とかガードできてますね。はい、タッチカウンター決まって1本目はイブリハ、ビーサッキ決まって、この技がなかなか漬物、試合で突っ込んだところからコンボが入って、体力リードはカーマイン。ただこのキャラ技を出すと体力が減ってしまうという特性があるので、まあ触ってないとちょっと辛い瞬間もあるんですかね。あ、セナル戻ってきてんじゃん、時間足んねえだろな。攻めていくのはイブリハ、画面端で固めていく、コマだけ使って、これはさすがに取れるか、インフィニットワースまでしっかり決めて取っていったのはイブリハのユーズリハ。やはり打ち合わせがしっかりいっていたようで、わからないね、動画消えちゃったからね。ヘナルさん、あ、いいや、はい、次は、ネプトラさんのオリエとセナルのエルトナムですね。面白いこと言おうとして面白かった、ね、いや、3って言いたくなかっただけです、勘違いしないでください。ネプトラさんはどこにいるじゃん。あ、もう席は決まってるようなので、あおられていくぞ、セナル早くしろよ。巻きでセナルさん巻いてください。俺はちょっとセナルさん開幕行動が怪しかったので、さてランク1位だったけど、やってないうちにみるみるリップが周りが上がってしまって、ランクは下がったが実力あるネプトラさんのオリエ、さてリップ詐欺とはこのことですね。セナルはオリエが苦手だけど、今回オリエいっぱい当たってますね。さて来たね、コンボが決まって、はい、3000ですね、減りますね、昇竜拳、こっから半角が入ってしまって、セナルがモリモリ画面を押していく、でこっからの置き攻めはグラップを潰す EC が入って、あっさり1本先取していく。さあ2ラウンド目は今回の堀江はどんな感じなのか、さあネプトラさんには見せてほしい。ディバインスラスト2500ですね、攪拌か、攪拌汚ねえ感じにコンボが入って、また画面端、これマジ運びすぎだろ。ガードして、ガードして、でもまだ降り、おっと切り返しが決まって、さあこっから、あーいつものあれが入ってしまう、死ぬか、体力は死なないですね、あとちょっと残る。さてセイクリッドアロー、そっから中段は立つ、この崩しはガードできる、暴れてる、甘えた片目を許さない、セナルのコスリが決まって、甘えた片目は許さない俺のコスリは最速だと、2B 振り回していく、ここが偽りの舞台なのは言うまでもない、コスリが正当化されるよ、まるでいいことしてるかのように言ってるけど、ただコスってるだけだから、気をつけてください。続いて、それ誰さんのヒルダとネジさんのカーマイン、今度こそセナルがトイレに行くらしいので
それだれ昼だとネジカー甘いんですね。席は決まっているみたいです。カーマインとヒルダは今回はどっちが有利なんですかね。まあよくわかんないですけど、見せてもらいましょう。セナルさんばらまいちゃうか。そうですね、仕方ないですね。ばらまいきに来ました、あいつは。何をばらまきに行ったのかここでは言いませんが、さて試合の方に戻っていきましょう。開幕はスキュアが決まってダッシュ攻撃、ディゾルブが決まっていって画面は中央に戻る。あれ半角ですね。スキュア飛び道具お互い高性能のもの持っているので打ち合いになるのか、それともヒルダがリーチを生かした固めからの崩しで一気に持っていくのか。カーマインが一度触ると今回は逃げられるんですかね。あー、いい感じにジャンプ攻撃入ったけど繋げられない。暴れつぶして入って、なんかいい感じに補正が切れてるぞ。画面端に運んで崩し見えない。カーマインがあっさり一本取っていい感じですね。運がいい感じです。さて次はおっと22が入って適当コンボ2000ですね。確定。こっから3000くらい減っちゃうぞ。減らない。適当に固めていって、おっと暴れたか。投げは抜けて、あーっと割れてしまって、おっとつかるぞ。なんかネジカー前もひよっているのか、いい感じに半角は入れられないで、遠距離のダッシュ攻撃の固めが駒投げ入って体力差がすごいことになる。相変わらずあの駒投げは相変わらずですね。あっさり取ってカーマインが勝利です。次はデストラーデさんとジンさんですね。もう折れんねかよ、これからじゃねえか。ゲームオーバー。セナルさんが、はい。デストラーデ選手のゴールドとジンさんのハイド。先ほどかっこいいコンボを見せたデストラーデ選手のゴールド。なんかもうやりたいことは終わったみたいなことを言ってましたけど。あれ。互いに今回も実力者、しかも無印からまあ結構対戦してるでしょう。まあ、前作はまあ相性というか上り中段というかであれだったんですが、さて今回どうなるか。最後かお互い様子見、三氏がお互い対空グラップがしっかり出ている。投げてしめて、この段階でほぼゴールドの権利は確定。割れてしまう。しっかりお投げしめて、あと1回、あと1回はない。いい暴れが通る。ここから割り込めるか。最後ちょっと赤かったか。バックステニー、グリムリーパー、これは終わっていく。しっかり取ってきたのはデストラーレ選手のゴールド。セカンドクローズディバイド。モータルにオービター、前回オービターに発生保証があったんであれだったんですけど、今回はもうぶんぶん振っていきますね。まあ、3C 密着はさすがに三角。お前に見えるかね、画面端。モータルにモータル、投げしか抜けて、普通投げしか抜ける。中段食らってしまう。微妙に遅いのがね、一回立ってからしゃがむレベルの遅いですね。2B と口を振ってダッシュするとバックしてしまう。投げしか抜ける。
ジエガこれがジンハメニエニエニエジンハメ一本取って取り返していくのはジンさんのハイドゴビーが前作からハイドのゴビーにゴルドをナッツでナッツという噂があったのかがイエクスコマナゲ今回は恨まれない勝利で切り替えてベロフ権利をもらってさすがに権利あるゴルドを近寄りたくない捕まえてバクステミのリモータル恨まれやすかりガード出していいかな EX で有利を取ってギャンゲダンゲダンダッシュ C がバクステンに育ってさすがにまだしないがかなりきついしかし決意はゴルドのもの投げは抜けて大ビターからダッシュバクステにダッシュ 2A が届いてしまう取ったのはジンさんのハイドこうして次はイブリハさんの譲り派とセナルのエルトナムですねあんた自身の運苦い顔をしているがお互い早くじゃんけんをしてほしいゲームオーバーセナル氏がじゃんけんを勝ってすごい喜んでいるもう勝ち確でしょ勝ち確だとしかしイブさんには例の打ち合わせがあるので打ち合わせ通りよろしくと結構もらってるいっぱいもらったさて昨日はイブさんが勝っているけど今日はどうでしょうお互いエルトナム1位とゆずりは1位見せてあげましょう年季の違いをさてこの組み合わせ開幕はどんな感じなんですかねゆずりは自分の距離をまず取る感じですかねエルトラムはちょっとセナル選手はガンガン B 先を食らっているが一度近づくまでがゆずりはの辛いところですねこっちこっちと縦横無尽に駆け巡って画面を支配していくのはゆずりは端に抑え込んでスタートする暴れつぶし連携をガンガンやる甘えた片目を許さなかったが暴れつぶしに負けてしまって1本目はまずゆずりはですね B 先散らして散らして相手に行動を読ませないうまいですね3000ですかねコンボはミスったのかそれともおっといい感じにアサルトが入ってこっから2500、2500ですね昇竜拳で切り返してさあここからセナル投げられていく投げコンはまあこんなもんでしょう空投げからコンボが入って今回はいくつぐらい減るのか2700ゲージを吐いてダメージを伸ばすいい感じにバックステガリになってさてとりあえず3000か片目に入ってこのあー中断で崩れてしまうこっから殺せるのかゲージ吐くでしょう殺しきって1本取り返すけどゲージ状況は非常に良くないですねさて先をシールドで取ってチェンジシフト券を取りたいがなかなかそういうことにはならないですね運んで運んでもう画面端だジャンプ攻撃が通ってそこから3000ですねラッシュ B 締めするとダウンさせられるんですかね端端でお互い立ち回る感じになりますねやっぱり先がちょっとおっとダッシュ C が通ってこっからやはり3000かおっと結構減るぞ3300端に追い込んでゆずりはは切り返しがないのでかなり辛いんじゃないですかね端ガードしっかりして逃げ
えるなんかベルオフ出てるなんかいろいろあってお互いひよってんのか投げ抜けしっかりいい5番が入ってそっからコンボで2500、2700バックセガリはできなかったが今回のエルトラムの C 追加はあっとこれはペナルがガッツポーズ思わず嬉しかったわーポーズ激しいね思わず嬉しかったあ今日は勝ちを譲ってやるかとイブさんがまあそういうこともあるよね感謝しろよセナルありがとうイブさんいっぱいもらって勝ちも譲ってもらってセナル美味しいですねさて次はネジさんとジンさんですね席は決まってるんですかねベルオフ透かした瞬間死んだもんなんでベルオフ出したの裏回ってあっはぁ赤いやつ赤いやつやるままに赤いやつちなみにネジさんの元チームメイトの菅野さんどう思いますかこの対決まあ私の予想ですとジンさんが勝つんじゃないかなとぶっちゃけ思っていますがどうなんですかねまあ楽しみにしてましょうそうですね前回確かコンバットかなんかでネジさん倒してたようなファーストクロムディバイドさて開幕お互い距離を取ってジャンプの B カウンターするが大した手にはならずアサルトから透かし投げ下に巻いて裏回りからの手段しっかりガードしている5番が下がって画面端 3B が恐竜で切り返す少し待ってからのアサルト投げが漏れてしまうジャンプログ B 密着されてしまうぞカーマインつらいが近づいていく立ってしまう対空グラとか入れるとこうなってしまうんですね結構しっかり決めていったのはジンさんのハイドセカンドクローズディバイドオービタ飲み込め切り刻んでやがれ5B が置いてある突っ込んできたところに育っていくダッシュに使ってしまうがダブルアップ画面端で痛いコンボ姉さんがかなりきついゲージあるが5番ぶち抜けとりあえず巻いてジャンプ目が刺さる決めていったのはジンさんのハイドそのまま寝てな予想通りでしたねネジさん今回まだちょっとやり込めてないみたいだしジンさんはかなり自分のスタイルも見つけているみたいなのでもう普通の世界のまあ初心者マークついてますからねかまいそれはあれネジさん一流の遊びでしょあおり遊び遊び三欠って続いて3位決定戦が、イブリ派さんの譲り派とネジさんのカーマインさてネジさんと同じチームであった菅野さんこの対決どう思いますかやっぱり僕はイブさんが勝ってくれるんじゃないかなと思っていますネジさんの苦笑いさてカーマイン対ゆずり派関東にはゆずり派が少ないのでしかし関西にはアダーさんというカーマインとやり続けているさあこれどうなるか開幕は距離を取ってアサルトレブ突っ込んでいくいい距離を保ってスタガヒットダッシュ B カウンターからコンボにはいけないが歩いての遅らせがしっかりガードしてますね権利は持ってるが動かして FF ですねカーマインの動かしてからのしっかり
有効に活用してますね。予想している、決めているのはイブリハ。いやーな距離を維持するが、あれチェイシスとしてもユズリハ、まあ、インフィニットワスではしかないのが辛いですね。やっぱり車輪からの小投げ、前回は車輪がガリガリヒートしたんですけど、今回はそういうのなくなっちゃいましたからね。体力差はしかしこれでほぼ五分。裏回りが通ったが、今のはちょっとシールドを張ってしまった。バーンが入るがまだいける。イブリハ選手逃げの体勢、サーキが入って、残り時間が少なかったんでね、まあリジタンが突っ込むしかなかったですね。今のダッシュにしバックステガリっぽいですね。いやらしいですね。ダッシュ B から6 B カウンターするが、ゲージがないので大した痛手にはならず、投げからコンボを見せてしまうが、 EX のコーナーギャーベロフ、これで崩れてしまうと痛いが、ベロフの段階で約 20% の補正が追加される。しかも最後にはインフィニットワースで締められる。投げからインフィニットワースで締めて2800、いいダメージ取ってアサルトはしっかりガード、シールド張ってしまったが、あの下段関東ではなかなか見られない下段なんで、皆様シールド張るんですよね。私も張りました。関西下段、関西下段取っていったのはイブさん。さて最後は決勝戦ですね。ジンハイドとセナルエルトナムですね。セナルさんが神頼みしてますが、勝率はジンだからそうですかね。はい、セナルさんがすでに頭を抱えている様子ですが、じゃんけん負けた、ちょっと演技が良くない。カバンもうどうでもいいよ、早くしろよ。毎回取りに行ってんじゃん、なんなの。いろいろポケットから出して、そういうプレイヤーいますね、スパ崩壊にも。セナルはまあ関係ないんでね、早くしてください。あ、セナルさんはここで勝つとデジャランでコンバットの初優勝となるのか。まあ今回は負けてくれることでしょう。おっと、カラーが前作のカラー、これはフラグ以外の何者でもないのではないでしょうか。前作通りやはりここは、秋葉原のレジャーランドっていうゲームセンターですね。さて開幕はエルトラムの距離なのか、アサルト決まったがその後続かず、ジンさんの壊し刻みがいやらしい。 2C で暴れていく、届かなくて、はい、ダッシュ C からコンボつないで、おっともう画面端、こっから竜巻して、次の置き攻めは昇竜拳で切り返す。天使と持ってる相手はちょっと昇竜はガードされてしまって、最大リターンを取れるのか、これはいくついるんですかね。とりあえず3000、さらに減らして3300ですね。射撃で、おっと紅茶が短いね、あの西2段もあるのに紅茶が短い、相変わらずの性能ですね。ダッシュ C は今回どうも多分、おっとダークロード連れてしまう、おそらく地上昇竜とかですかね。エルトラムが1本目を先取ですね。さて、おっとセナルさんの応援が、ジンさんはジャンプ A で、おっとダッシュ差し込んで、そこからとりあえず2000、射撃射撃と 3B が取って、そこから2500、あっと釣りだったか、これで端に運んで3700、まだ伸びる3800、投げ技抜けて最速で位置を入れ替えに行く。そうですね、今回はハイドは画面端に追い詰めるとかなり強いので、
さっさと端に追い詰めたいですね。おっと暴れ潰し通って、さらに中段も通ってしまうが、 CS 昇竜で切り返してジャンプへ、おっと投げ入って、はい死ぬでしょう、はいはいと。さて最終ラウンド、お互いゲージは100と150、オービタ投げてラッシュ C を、ちょっと時速が短くなってしまったのでバックスチに当たりにくくなりましたね。CS 使ってお互いに距離を測っているのか、固めに入って EC でバックスチを勝って、ついでのようにバックスチかかりますね。あの EC は暴れ潰しの連携は全部ガードして、おっと壊し入って、画面端だからそこそこ減るんじゃないか、はい3000、そこから投げてオービター 3B 竜巻2000、壊し壊し刻んで暴れ潰しをしながら CS 使ってリスク軽減、 EC 取って、そこからゲージ入って、さあポンポだ、裏回って画面端を背負わせるぞ、投げ締めで固めて固めて、おっと足火置き、ジンさんはこれが本当にうまい、やっぱりセナルは優勝できなかった、お疲れ様でした。ジンさんおめでとう、あ優勝おめでとうございます。俺もお前ももう普通バッカ野郎ここはそういうところだ、なんでバッカ野郎っつってシシンク打たなかったんですかね、セナルさん昨日は打ったのに、打って負けましたね。はいお疲れ様です。はい、じゃあ今回、2回目の優勝ですね、ジンさんおめでとうございます。またフランスパン様からいつもの、サインじゃなくて申し訳ないんですけどクオカードがありますんで、なんか一言あれば、まあハイドはあんま強くないけど、まあなんとか勝てるっぽいですねこのゲームてなわけで、ハイドスカイも頑張りましょう、みんなありがとうございました。はい、ハイドスカイにも未来が見えたということで、